時間をいただきまして、話をさせていただきたいと思いますが、はじめに、昨日日南市においても10代を含めた家族4人の新型コロナウイルスへの感染が確認をされました。新型コロナウイルスの感染力の強さを改めて、認識をし、危機意識を高めたところでございます。県内への感染拡大がさらに進んでいる状況がありますが、感染をされた皆様方の早期のご回復を願うとともに、一層の感染防止策の徹底が不可欠と感じたところでございます。一昨日政府において緊急事態宣言が出されたところでございますが、宣言の内容については期間が5月6日までであることや、実施区域となった7都府県に東京都や大阪府といった首都圏、関西圏のほか九州圏域の福岡県も対象となったことについて強い危機感を覚えたところでございます。また宣言の背景には医療提供体制の逼迫や全国各地での急速な蔓延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼす実態が発生したことにあると理解をいたしたところでございます。本市でこれまでに発生した感染事例の多くが東京都や福岡県からの帰郷者であったことから、7都府県をはじめとする県外への不要不急の外出については控えていただくよう市民の皆様に改めてお願いをいたします。特に県外から帰省については緊急事態宣言に関わる記者会見において安倍総理からも7都府県からの地方への移動には現に控えてほしい旨の発言を出されたことを踏まえ、改めて控えていただくようお願いを申し上げたいと思います。また現時点において宮崎県は緊急事態宣言の対象となっておりませんが、本市の感染拡大事例においては連続して市内間感染も確認されている状況を受けまして、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議においてされました感染拡大警戒地域に準じた対応を行う必要があると判断によりまして、4月20日までの小中学校の臨時休業や屋内公共施設の再度の閉館を決定したところでございます。引き続き市民の皆様には自分の身を守る、家族の命を守る、そして周囲の方々の命も守るという観点から、いわゆる3密を避けるといった感染防止の徹底をお願いをいたしたいと思います。なおこれまで宮崎市保健所の健康支援課内に設置をいたしておりました帰国者接触者相談センターの機能充実を図るため、相談専用の窓口電話は0985-78-5670コロナゼロというふうに開設をしたところでございまして、風邪の症状や37度5分以上の発熱が4日以上続くといった状態に該当する方はご相談をいただきたいと思います。また一昨日政府の緊急経済対策も臨時閣議で決定をされ、日本経済が戦後最大の危機に直面しているとの強い危機感のもと、 GDP の約2割にあたる事業規模108兆円の経済対策が実施されることとなりました。内容は2つの段階、1つは緊急支援フェーズ、もう1つは V 字回復フェーズに応じて感染拡大防止策や中小小規模事業者等への支援、地方公共団体への臨時交付金の創設、
小中学校の ICT 環境の早急な整備など多分野にわたって取り組む施策が盛り込まれております。本市においても経済活動に大きな影響が生じている状況であることから、各種施策の詳細な決定がされ次第、市で対応できる事務等についてスピード感を持って対応してまいりたいと考えております。合わせて事業者および世帯に対する交付金の申請受付事務等については、窓口の混雑発生や膨大な事務量となることも想定されることから、国に対して事務負担の軽減などの対応も求めてまいりたいと考えております。次に本市における経済対策等の取り組みでございますが、宮崎市においてもこれまでにセーフティーネット保証を利用された方に対する3年間の利子補給の実施や、新型コロナウイルス感染症に関わる金融相談窓口の設置などの各種支援に取り組んできたところでございますが、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。さらに今後の補正予算を見据えまして、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、経済対策の取り組みや収束後の復興事業等について全庁的な検討を進めているところでございます。最後に本市では4月20日までの間、市内の小中学校を臨時休業としているところでございますが、学校へ通えない状況が続く児童の皆さんに向けまして、先生たちからメディアを活用したメッセージを届けられるよう、実施に向けて作業に着手をしており、週明けには何らかの対応ができるものと考えております。今後とも国や県の緊急経済対策の内容を踏まえ、見据えながら市独自支援策についても積極的に講じてまいりたいと考えております。